おはようございます。ミスった。なんかね、つなちゃんの携帯ね、なんか壊れてんだっけ。この前作った八宝菜の、あ、これめちょっと少ないかも。これじゃ少なくない？どうだろう。この前作った八宝菜、これかけたらさ、熱っ熱っ。あ、これかけたらちょうどいいんじゃない。ちゃんもいるから、あっちで食べよう。よいしょ。ここで食べよう。よいしょ。ちなちゃんは今日寝不足じゃない？さっきちょっとね、まずね、うとうとしてたかも。でしょ？うん。ハニー12歳。いただきます。いただきます。これつねちゃん食べよう。うん、あ、持ってる。あ、じゃあこれかけて。うん、えみ太郎ちゃん捕まった。なんか昨日なんかエミ太郎ちゃんが、あの、薬物です、いろいろあったみたいですね。いただきます。あ、加工ついてた、すいません。あ、罰ゲーム続行中なの。そうです、ついてました、加工が。違います、全部台本。なんかあの、尿検査して白だったんだよね、えみ太郎ちゃん。いや、昨日泣いちゃったまゆ。言ってたもんね、帰ってきたら、うん、かわいそうっつって、えみ太郎ちゃん。うまっ。まあ、これを機にさ、あ、今台本って言ってんの？
これを機に変わってくれたらいいね。台本でしたって。台本じゃないと思うけど。やりすぎだと思うけど、台本。今お台場デートしてるらしい。普通に。ねえ、マジ？そうだよね。YouTube ライブで？え、私もびっくりした。それ、え、台本なの？いや、でも台本じゃないと思う。なんかこの前あのエミ太郎ちゃんがなんか幻覚が見えるみたいなあったじゃん。キツネだっけ。そう、まあでもこれを機にさ、もうみんなに見張られてるじゃん。ありがとう。みんなに見張られてるし、まあ、もう下手にできないじゃん。これでね、チャンス、最後のチャンスだよね。これで懲りなかったら、まあ、しょうがないね。子供も施設に行っちゃうし。おいしい？めっちゃうまい。よかった。めっちゃうまい。ふなちゃん。うん。うまっ。へん、髪の毛染めてめっちゃ綺麗になってる。髪型が髪の毛 ね、つなちゃんを、私今日あきこママの店に行こうと思ってたんだけど、急遽夜予定が入っちゃったので、つなちゃんを変身させて、あのつなちゃんを放出します。うち多分新宿行くかな。リアとつまちしたら、来るね。なんか誰かしらいそうじゃない。どうなんだろう。誰かしらがいるね、確かに。うん、配信者とかがいる。で、あのつなちゃんのね、リスナーさんがあの洋服も買ってくれたし、うん、そうそう、うん、マジうまっ。八宝菜のプロになったからも、中華丼食べてる。あ、そうだ、あの太郎くんいるらしいわ、きこママ。ああ、なんか今日行くんでしょ。うん、この状況めちゃくちゃおもろい。どういう目で見られるのうちら。複雑な感じ。うん、うん、太郎ってさ、うん、なんか揉め事があるところに、うん、あの当人じゃないと絶対いない。結構な割合で。あ、なんかちょっといるよ、ね、炎上系になったのかな、うん、当事者ではないんだけど、うん、必ずいない、そこに。なんか知らないけどいるよね。うーん、そうなの。でも嫌われてないよね。うん、そういうの人ってさ、うん、あ、炎上系ってさ、イキリストとかもそうだけどさ、うん、嫌われるじゃん。仲裁しようとしたりとかするからじゃない？ん？仲裁しようとしたりさ、間に入ったりとか、むしろするからじゃない、うん、
いやなんかね、つなちゃんね、加工ない方がいいっつうか、ちょっと画質だよね。画質がやばいんだよ、うん、あれ携帯が壊れてんの？もともといいんだと思う。あ、そうなんだ。 iPhone8 ってああいう感じになる、うん、めっちゃ美味しかった、ごちそうさま、うん、画質がね、うん、画質はやばい、ぼやけてるんだよ、めちゃくちゃ携帯直したら早く。そうだね、うん、新しいの買わないと、うん、直したら10万かかるって言われた、買った方が早くない？うん、そうだね。じゃあつなちゃんあれだね、お風呂ちょっとしたら、あ、もう入ってくるよ。あ、そう。あ、おなパン。え、服さ、どれがいいかな。あ、まゆさ、さっき決めた、決めた、うん、あ、なんか、せよか、なんかリスナーさんがね、あの買ってくれた、まずこれね、デニムと、あ、これもかわいい、かわいい。ズボンはねちょっと履いてみないとわかんない、サイズが。なんかかわいくない？これもおしゃれだね。あとショーパン、これショーパン、どれを着ようかね。これは肌着かな。これは肌着。これも肌着か。これはリスナーさんのセンスで買ってくれたの？そうだね。あ、なんかシャドウも入ってる。シャドウも、そう、化粧道具買った昨日。あとトップス、トップスで、で前はねこうできま、あ、そう、これ、あ、違う、ここ、あ、これもショーパンか、これもショーパンで、そのままお風呂が上がったら着替えようかな。今決める？どうしようかな。どうする？とりあえず入ってくるか。うん、そうだね。これ可愛くない？これにほら、このショーパン、このショーパンに これにさ、あのこれいいんじゃないかな。これ。これにほらこう、こう、これショーパンです。これで、これ、いや厳しいよな。これ私が選んだんじゃないんだよ、別にリスナーさんが買ってくれたんだからさ、いいねそれでっていいじゃん。これにした。いや、ちょっせっかくあのおしゃれするし、あの足出した方が よくない？なんかもなんかインパクトが欲しい、うん、似合うと思う。まあとりあえずこのセットでやっていくから。デニムは嫌なの、なんか変身するから、せっかくなら足を出してほしいから。で靴は、まあ靴はなかった。これで、
やっていく。そう、スニーカーだけど、まあいいじゃん。スニーカーでも。いや、私はだから行かないよ。てか、あの予定ができちゃったからね。まゆはちょっと、つなちゃんだけ、行ってくる。しかもつなちゃんも予定があるらしいよ。音楽、あ、ねえねえねえ、みんなに昨日女子会して一つね、あの美容のネタを収穫したんだけど、え、それさ、これ教えたい教えたいからさ、配信で言っていいったらダメって言われた。配信でみんなに教えないで。なんでって言ったら、だって眉のさ、タヌキって意地悪なのに、なんで眉ってさ、いい情報教えたいって思うのって。私だったら絶対にそんな意地悪な人には教えたくないから教えないって言われたので、美容ネタあるけど教えることができなくなった。教えたいんだけど、でも優しいから教えてあげるね。なんか今これが来てるらしい。このプラックエンターエクストラジェル、これがなんか来てるらしい。これはなんか海外の、 あの美容皮膚科で売ってるやつで、あの美容皮膚科で買うと、まあ、4000円ぐらいなんだけど、あ、そう、プラセンタ、そう、これさっき前試したの。なんかたるみにいいんだって。ミニラが使ってる、これ知ってた？で、これが、あの、ネットとかで最短600円とかで買えるの知ってた？じゃあ。600円とかで。で、前友達がキチガイみたいに買って、これね、30箱買って、その子から1個1000円で売ってもらって使ったの。で、これ、なんかね、塗ったら、なんかね、これたるみにいいって言うじゃん。なんかね、引っ張られてる感じがする。でも確かに塗ったらなんか、なんだろうね、引っ張られてるような、若干引っ張られてる。うん、どのタイミングで使えばいい？ありがとう、いちごにこ。ね、なんかいろんな説があるんだけど、あのお風呂、あ、顔洗って一番最初に塗って、ジェルを顔に塗って10分置くんだって。で、10分置いてから化粧水、乳液、クリームってやるのがなんか一番いい順番なんじゃないかみたいな。これね、これが来てるって。これ海外の美容皮膚科の。そう、でも確かに一回使ってみてよかったから買うかな。リピートしてみる。プラセン、でもさ、プラセンタがさ、あ、そうだね、プラセンタって書いてある。プラセンタ読めない。プラセンタエクストラクトジェル、これがね、
あの確かになんかこう引っ張られ若干引っ張られてる感じがする。ミネラさんって美容するんだ。私知らなかったのに、これまたこれ今日初めて1回目。目の下のクマなんか引き締めたるみみたいなのにいいらしい。池ちゃんが使ってる。そう、眉ね、あのたるみ型だから、たるみ型だからね、使ってみるわ。レチノールは肌が荒れるけど、でもそれはなんか後期反応らしい。それあの肌が荒れたら、あ、効果が出てるってことらしいよ。だからちょっと私もあの後期反応が出てる、頬がふっくらして若くなってる。多分美顔機能を取ったからだと思う。だって私美顔機能をつけたらさ、なんか顔がなんかねシュッてなる。うん、シミにもいいんだ。あ、好転反応。そう、好転反応。それにしてもよかったね、みたろちゃんの件。悪運が強いね、みたろちゃん。よかった。ただもうチャンスはないね。神様がラストチャンスくれたんだよ、子供がいるから。よかったのかな。だってさ、確実に子供が施設に行っちゃうって離れ離れになるじゃん。でももう世間のみんなにもうこれ、この失態を見られてさ、もうできないでしょ、やりたくても。でかな、これで更生するかもしれなくない、警察のマークもそうだし、通報とかされるんじゃない、またなんか幻覚とか見てたら。怖いよね。だから薬物ってほんと怖いよね。だって守るものがあるのにさ、でもやっちゃうって、翌日デートする。でもなんかちょっと気違いじゃん。で、私は良かった、悪い大人と出会わなくて、若い頃とか良かった。赤ちゃんいない。お腹大きくなってんじゃない。私見てないんだよね、あのエミタルちゃんふわっちやってないからさ、そこまで追ってないんだけどさ。いや、悪運だよね。いやでも なんか泣いちゃったあの近藤組長の YouTube で、あのエミタロちゃんの泣き叫ぶ声聞いてたら。お腹出てない。でもさ、確か子供
ルイジさんと付き合ってすぐできたよね。11月ぐらいにできてなかったっけ。だからもう半年、もうすぐ半年とかじゃないの。半年ぐらい、5ヶ月ぐらいってさ、お腹はまだ出ないのかな。8月に生まれる。ちょっと危ないよね。定期的に病院行ってんのかな。お腹の中でさ、子供がなんかやばいことになってないのそれ。あ、人によるんだ。お腹出る人もいれば出ない人もいるの。組長の俺みたいに何度も逮捕される前にやめろ、これがいい機会なんだよって言葉にほろっときた。いや、私組長優しいなって思った。途中で枠切ったじゃん、1万3000人の閲覧の前で。あ、この人閲覧だけじゃないな、なんかって思ったけど、優しいなってね。なんか見る目が変わったか。うん、うん、響いた。うん、なんかもうネタにするなみたいな。いい人だね。私もなんか困った時に近藤組長に頼ろうかな。本当に困った時、いや違うよ、もう本当にもうダメだってなった時、なんかみんな利用するじゃん配信者って、うん、利用ふわっちの配信者はみんなそうだから。いやだからやばいよね、ルイージさんがあの近藤組長とコラボした嫉妬で暴露しちゃったんだよ。しかも自分もやられたとか、うん、だからなんかあまだなりってんのかなって思っちゃった。あ、そうなんだ、前科もあるの。まあ、そういうのもあって気が合う。あ、待って、つなちゃん、これ着替えてほしい。ありがとう、風船とメガホン、うん、ありがとうございます。つねちゃんが出てきたからメイクをしよう。いやでも妊娠嘘はないよ、だってあの病院でなんかレントゲン撮ってたじゃん、エコーか。なんか人によるんだって、お腹が出ない人もいるんだって。いやでもなんかその応援してるリスナーさんとかいるじゃん、疲れちゃうよね。疲れちゃうんだろうな、二人を応援してるリスナーさんは。いやー、お前が言うなって。